28年間檻の中で育てられてたチンパンジーがやばい。28年間一歩も外に出たことがなかったチンパンジーがアメリカの研究施設にいたんだけど、初めて外に出て空を見上げる姿が人間のそれと変わらなかった。しかも周りのチンパンジーたちがそのチンパンジーに肩を組んだり励ます姿が本当に切なかった。人間のエゴで研究は行われているんだけど、なんかとても何とも言えない気持ちになった。これからこのチンパンジーには少しでも幸せになってほしい。